おい、お前。私はお前が好きだ。私と付き合え。何なのだ？いきなり。いきなりで悪いか？いいから私と付き合え。それとも、私と付き合うのは嫌なのか？私のことが、キモいのか？いや、まあ、そういうわけじゃないけど。はっきりしろ。私は発達障害だ。言葉の裏とか、空気とか、全然読めないんだ。はっきり、わかりやすく答えろ。そうか、わかったのだ。僕はお前が嫌いだ。一緒にいると、気分が悪くなるのだ。だから、お前とは付き合えないのだ。二度と話しかけないでくれなのだ。迷惑なのだ。うず。じゃあ、さよならなのだ。うわーん。好きだよ。付き合いたいよ。抱きしめたいよ。裸で、抱きしめたいよ。一日中、ガンガンに疲れて絶頂したいよ。女として、認められたいよ。愛されたいよ。うわーん。欲しいよ。どうして、なんで、私には手に入らないんだよ。みんなが当たり前にしていることが、どうして私にはできないんだよ。幸せになりたいよ。満たされたいよ。男が欲しいよ。うわーん。うるせえな。まだ泣いてんのかよ。これだから、あいつは嫌なのだ。マジで気違いなのだ。さっさと入院しろ。一生病院から出てくるな。